なんか光えっってってなんか光ってんだけどすごい。何これ待って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 何何何待って待って待って眩しい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 待って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 ええなんかここにお腹にスイッチがあったんですよ。それを押してみたら、あ、めっちゃチカチカする。バイバイ。ちょっとそこにいてずっと。あ、うん、チカチカする。あー、残像タイムですね、これは今。ちょっと待ってね。あー。あー。ちょっと、バイバイ。すごい実は光るサンタだったんですね。知らなかった。うん、うん、あすっごいチカチカする。あかん。サンタさん、まさかの、まさかの光る。光るサンタでした。気づかなかった。というか、クリスマスってまだ全然先なんですね。うん。クリスマス恋人あなんだっけこの歌サンタクロースの歌サンタクロースの歌ジングルベールジングルベールスツカーなるー真っ赤なお花のでも私寒いとこ行くとね真っ赤なお花のになります。本当に本当になります。そう真っ赤なお花のでなんだっけな共和国かなんかでなんか妖怪人間みたいなコントドラマみたいなの撮ったんですよ。アリアシュエキビ共和国でその時に真冬だったんですね。で外で撮影だったんですよ。であまりに私の鼻が赤すぎて私の鼻があまりにも赤すぎて中断になったんですよ。ちょっと あまりにも気になるぐらい赤いからちょっと消えるまで一回待ちましょうみたいな。そう私の真っ赤なお花待ちをさせてしまったんですよ。そう、うん、ぐらい赤くて鼻が一回止めましょうとか言ってとか言ってちょっと鼻が赤いんでとあ、すいませんでずっと北海道でここ鼻こうやってずっと北海道でこうやって食べてはい行きましょうはい行きましょう。そうなんですよ真っ赤なお花のうち真っ赤なお花のうち。そうでも私
AKB に入るまではずっと自分のことうちって言ってたんですよ。うちもとか、うちらはうちらはうちも行く、うちもやりたい、うちも欲しいそう、うちも行くね。でも AKB に入って、あ、普通はうち、普通というか大人はうちって言わないんだと思って、大人は私とか名前で言うんだと思って、うん、名前で言うんだと思って、そっから私はになりました。そうだから私って今まで言ったことがなかったから、人生ですごい最初恥ずかしくて、私っていうのがすごい恥ずかしくて、最初はすごい抵抗ありました。だから12期生同期の前ではうち持って言ってました、多分。でもなんか取材とかステージの上とかでは私はって言ってました。楽屋とかではうちもって言ってました。うん、だって今からうちで言ったらちょっと恥ずかしいでしょ。うちはあれは、あれは小学生限定なのかな。うん、うちっていう子いない、いないんですよ。びっくりするぐらいいない、いない、いない、本当に。だからびっくりしちゃったもん、あれうちじゃないんだと思って。周りみんな名前か、名前が多かったんですよね、自分のこと名前で言う人とか私とかね多くて、あれうちっていないんだと思って、うんうん、うん、トムはって言われトムはでも私、トムは私だね、わじゃなくて、あ、私、私もユカルは、ユカルは私、ジュリはジュリでしょ、ユカはユカでしょ、カレンは私か、うちって言ってたかな、うん、あとみんな名前でしょ。うちがおらんねん仲間いないかな、絶対いると思うんだけどな。最近の子ってうちって言わないのかな、あんま聞いたことないもんな。うん、あたす、うん、いや絶対いるよ、チームエイトとかでいないかな、うち呼びの人、仲間うん、あ、自己紹介タイム、せーの、デコポン、スーポン、思い切りいいポン、イエーイ、イエーイ、ありがとうございます。うん、胃が痛い、なんでだろう、今日変なもん食べたかな、うん、笑顔見たいって書いてあったから、うちは
うちは再開しようかな。ちょっと今からって感じだけど、今更って感じだけど、再開しようかな。たまに出ちゃうんですよ、恥ずかしいことに。うちもあ、そうそう、私はたまに出ちゃうんですよね。恥ずかしいんですよ、そうすると。関西人でもねって、あ、そうなんだ。うちはって感じでしょ。違う、うちうち、わい、お兄さんがわいって言ってたな、自分のこと。昔だけど、わいもわいも、自分のこと名前で言ったことはない。みーわーで絶対はないもん。ははは、はは、絶対はん、みーのーおーん、ブルルル、絶対はないね。みーも行きたい。鼻かゆくなってきちゃった。恥ずかしすぎてもう生きていけない。恥ずかしすぎてもう誰にも会えない。みーちゃんは恥ずか。無理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 。ああ無理無理無理。無理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 。無理です。無理無理無理。あ、シュワシュワする口が。あ、無理無理無理。オイラはの方が全然いいな。オイラも行く。オイラにしよう。オイラも、全然そっちの方がいいわ。オイラもそうしたい。オイラは全然そっちの方がいいな。サホはサホだよ。サホも行くだよ。オラ、オイラ、オイラも、あたいはしっくりこないな。あたいは、俺はじゃあしっくりくるの探しましょう。うちは、うちが一番やっぱ一番だな。拙者はおいどん。おいどんってどこの言葉だっけ。おいどんは言わないな。俺は、まだ俺はの方がしっくりくるんですね。僕はもうちょっと違うんだよ。みーは、みーも、私は、私の方がまだいいな、全然。拙者、おいどんが一番、おいどんも行くって、どうしたって、どうしたって、言い方の問題だって。おいどんも行く。自分が一番しっくりくるかもしれない。自分もそう思いますっていうのが一番しっくりくる。自分もいいと思います。おいらは、わいは、違うな。わては違うな。おいどんだな、やっぱ。おいどんか。俺も結構
まあ、2文字だからしっくりくる。うん、我が輩も行きます。我が輩も行く、長いんだよな。おいどいも行く俺も行く、あいいね。うちも行く、うん、いいね。私も行く、私って感じじゃないんだよな。拙者も行くあーでもたまにシチュエーションによっては言うかもしれない、急に。うん、自分も行く、あ違うな、ミュータンも行くうん、言わないね、鼻かゆい。うん、ミーはポンポンは絶対言わないね、言わないね。うん、俺は、うん、絶対そっちの方がまだしっくりくるな。オイドンは、オイドンだな、はい、オイドンうちとオイドンだな、やっぱり。うちも行く、私も行く。私って感じしないんですよね、なんか自分が私キャラじゃないうん、やっぱ自分的にはうちも行くか。うん、大森も行く、あ大森は自分のこと大森は結構いますよ。なんか明日の時間の話とかになった時に、大森は何時ですかって聞いたりとか、大森はどうですかって言ったりとか、結構言いますね。うん、言います、言います。でもさすがに俺はしっくりくるけど、俺って言ったら急に、えなんか どうしたどうしたなんかあったのかなってなっちゃうじゃないですか、急に。俺もそう思うとか言ったら、なんかね、心変わりというか何か心境の変化があったのかなってなっちゃうじゃないですかね。なんか変な感じになっちゃうじゃん、なんか笑っていいのかこのなねってなっちゃうから、やっぱやめとこうかな。うん、僕っ子って感じもしないもんな。うん、やっぱオイドンだな。オイドン？オイドン？わかんないな。オイドンも同意見す。うん、びっくりした。僕っ子いないよね。いないいない。僕もって聞いたことないな。学校にいたけどね、たまに。3年に1回ぐらい同じクラスに僕っ子いましたね。うん。オイドンはですね、オイドンかな、どっちですか、オイドン、オイドン、オイドンはオイドンはやっぱりしっかりみんなで気持ちを一つにしてやっていくべきだとオイドンは思いますうん、おいどんだって、おいどん、おいどん、え上がるだって、おいどんおいどんはあ、おいどんはってこと、おいどんは、わかんないわ、英会話みたいになっちゃって、おいどんはI don't know みたいになっちゃって、え上げるってどういうこと、おいどん、おいどん、え、おいどん、おいどんは、うん、おいどん、おいどん、え難しい、おいどん、あおいどんだ、おいどん、鹿児島行くしかだな、おいどんだ、おうどんみたいな、おいどん、おいどんは、あいいじゃんいいじゃん、おいどんも行く
おいどん頑張る、うん、違うって分かんないな、うん、おいどん、おいどんじゃない、おいどん、おいどん、おいどん、わかんないからもうわかんないです。あ、それだってどれ私今なんて言った、どれ、おいどん、おいどん、わかんないや、おいどん、おいどん、わかんないね、それどれそれってどれ、今のだって、じゃあちょっと覚えときます、うん、うん、カツ丼と一緒だって、カツ丼、おいどん、おいどん、ん、カツ丼、おいどん、おいどんか、おいどん、わかんないやわかんないからやめて、ああこれだって、おいどん、あ、なるほど、なるほど、言えました、ありがとうございます、うん、なんかね、みゆって言いにくいんですよ自分で、まあ自分じゃなくてもですけど、よくうつくんだって言われることもあるし、そう、でも最初はまあみゆでもいいんですよね、多分美しい優しいで普通に成立するんですけど、うちのお父さんが真面目だから、優しいっていう字は言うって読むんだから言うじゃないとダメじゃないかみたいなことになって3文字になったんですよね。そうだから全然昔から一緒にいる人とかに、え、うなのみたいなすごい言われることあるんですよ、え、3文字なのみたいな、あ、3文字ですうん、そうだから言うでも成立するんですけど、いやダメだって、優しいっていう字は言うって読むんだから言うって読まないとダメだってなったらしいですよ、うん、その前の候補はだからピカチュウかミユキだったんですよ、ミユキ、ミユキだったんですよ、うん、憧れの名前はひらがなですね、ひらがなでひとみちゃんとか、あ、だからくるるん、くるるんひらがなじゃないっけ、ひらがなの名前すごい憧れですね、めぐとかなんか可愛らしいじゃないですか、うん、そうそうそう、うん、あー、くるるん、そうそうそう、くるるんみたいな、いいなーって、ひらがないいなーって、うん、ひらがな憧れましたね、うん、憧れの名前、うん、だ来世では、来世ではひらがなの名前がいいかな、あ、でも男の子に生まれちゃったらどうしよう男の子に生まれちゃったらやっぱミュウツーかな美しい優しいツー、美しい
優しい。つ。つってどんな字があったっけな。つ、漢字。いや、つの2はちょっとさすがにちょっとそのまんますぎてちょっとダサいから、つっていう感じなかったかな。あ、そうそう、それそれ、さんずいに。うん、さんずいのやつ。それにしよう。じゃあ来世、来世男の子に生まれたらミュウツー、女の子に生まれたらひらがなの名前。うん、それかミュウの通りでミュウツーですよね。でもやっぱそうするとイントネーションがミュウツーになっちゃうから、ミュウツーだからもう最悪ミュウ、美しい優しい2、数字の2かな。あー、渚とかすごい可愛いですよね、漫画の主人公。うん、それかまあピカチュウですよね、光の中でピカチュウかな、来世で男の子に生まれたら。うん、それかもう本当にキラキラネームをつける前提で、もう時代は進化させよう、自分がパイオニアとなってキラキラネームをつけていこうっていうことになれば、美しい優しいでミユミユでミユを2回書いてミユ2と読む。ミユミユって書いてミユ2だから、もし名字が、まあ、もし大森と同じね2文字だとしたら、全部で2、3が6、6つ漢字を書かないといけないんですね。だからあの、あ、大森ミユミユさん、ミユミユ、ミユミユさん、あれ、あ、2です。あ、ミュウツーさん。うん、そうしよう。それか、ミュウミュウでミュウミュウ。ミュウミュウっていう名前。あんまりミュウミュウさん。うん。にしようかな。うん。それかもローマ字にしちゃうとかね、あのブランドであるじゃないですか、ミュウミュウ。あのローマ字つけちゃうみたいな、ダメなのかな。なんかもう何でもありになっていっちゃいそうだけどね。うん、それかひらがなでミュウミュウ、大森ミュウミュウ、大森ミュウミュウさん、はーい、うんとかね、ピカピカさん、ピカピカとか、もうなんだったらもうキラキラネームって言ってるぐらいだから、キラキラにしちゃえばいいのね、ひらがなで大森キラキラ、名前ひらがなでキラキラ、いい名前じゃないか。うん、そうしよう。うん、キララ、キララはねいた気がするな、どっかで。キーちゃんだってキアラでしょ、キアラすごいよね、名前が次世代って感じ。うん、あとは誰だろうな、キラキラネーム、キラネーム割といるよね。うん、キアラはすごいよね。うん、あ、キアラ、マキホもすごい、マキホもキラキラ、なんかほんと次世代って感じ。
あ、ゆえりちゃんとかも確かに読めなかったもんね、最初。オリンもすごいしね。うん、トムだってすごいよ。トムでもいい名前。オリンもいい名前。うん。うん、名前ってね、でも大事ですよね。なんで番号とかにしなかったんですかね。やっぱ番号とかだと無機質だからやめたのかな。だって別にさ、3000何百、あ、でも多すぎるからか。そっか、何億何番とかなっちゃうから分かんなくなっちゃうか。じゃあやめよう。じゃあやめましょう。苗字とかそういうのが分かんなくなっちゃうもんね。うん、誰の子か分かんなくなっちゃうからか。うん。名前は大切ですね。うん、私も名前に負けないように頑張っていきたい、頑張って生きていきたいと思います。美しい優しい、でも心の話らしいですよ。美しい優しいは言ってた。美しい優しいっていうのは心の問題って、心が美しくて優しい子になってほしいらしいです。うん、うん、そう、そう言われました、昔から。見た目じゃないから心だからって。うん、頑張ります。うん、そうそうそう、マコとかもすごい、子がつく名前もすごい好きなんですよね。女の子らしくてすごい好き、かわいい。なんかさくらんぼのアプリケつけたくなる。なんかさ、例えばさ、こう体操着袋とかにアプリケで名前つけるじゃないですか、幼稚園生って。みゆとかにさくらんぼじゃないですよね。なんかみゆってなんかつけづらい。みゆだけでいいやって感じだけど、マコとかだとなんかさくらんぼのアプリケつけたくなるんですよね、横に。なんだろう、子のつく名前だとさくらんぼのアプリケつけたくなる、横に。なんでですかね。だとだからゆうこさんとかさくらんぼのアプリケつけたくなる、なんでだろう。うん、共感してくれる方いないかな。さく、だから本当にサクランボ、子がつく名前はサクランボのアプリケをつけたくなる名前。うん、すごいかわいい。うん、上がるって。みゆこはやめてください、あだ名なんで。昔のあだ名なんで、みゆこは。しかもお兄さん限定で、まあ今でもそうか。なんでこうつけるんですかね、わかんないけど。うん、そう、みゆこって呼ばれるんですよ。みゆこはみゆこ、みゆ、そうだから、なんでですかね、わかんないですけど。うん、みゆこってなんでだろう、ないですね。まあ確かにミューって言いにくいですよね。なんかこうフェードアウトしちゃう感じ、ミューって。それをすごいなんか言いづらいから、こうなんか着地点が欲しいんでしょうね。だからミュー、こう、まあそうなっちゃうね。そうなっちゃいますよね。あ、なこちゃんとかすごい可愛いですよね。うん、なこちゃんはあのみかんのアプリケつけたい。
なこちゃんはみかんのアプリケつけたいな。うん。トムはメロンのアプリケつけたいですね。うん。ゆかりはブドウかな。ブドウのアプリケつけたい。ミーは何もつけたくない。ジュリはイチゴかな。イチゴのアプリケつけたい。マコはサクランボですよ絶対。サホはサホ何つけたいかな。サホはハートかな。ハートのアプリケかな。サホってうんちっちゃいハート。サホに見合った大きいハトじゃなくてサホにちっちゃいハト。うん共感してくれないかな。うんつんちゃんわかんないよもうもうわかんない。うん分かんなくなっちゃったよ。まあこれからもね。やっぱりね。ゆかるんさ、ゆかりんごっていう名前にしようっていう時あったよね。すごい一番最初ゆかりんごにしようみたいななったんだけど、なんか長いからやめたんだよね確か。もう本人覚えてるか分かんないけど。うん。よかったねゆかるんで。やっぱ超絶かわいいゆかりんごってなっちゃうからさ、リズム感難しいじゃん、うん、そうゆかりんごってなっちゃうからさ、やっぱ揃わないし難しいから、よかったよかった。いやもうファンの人大変だよね、間にこうゆか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 りんごって難しい難しい。うんよかったゆかるんで。うんということでね、美しい優しいという名前に負けないようにこれからも精一杯生きていきたいと思います。はーい。そろそろランキングを読みたいと思います。リンゴって美味しいですよね。私甘くないリンゴが好きなんですよ。梨とかも20世紀っていう梨知ってますかね。20世紀っていうあんまりラフランスとか甘い梨より20世紀っていうなんか本当なんて言うんだろう、シャキシャキしてて甘みの少ない梨が好きなんですよ。本当なんかもう野菜みたいな梨がすごい好きで、そうだからスイカとかもなんか甘いスイカとかあんま好きじゃないんですよ。こう上じゃなくて下に行けば行くほど好きなんですよね、このとんがってるいいとこじゃなくて。そうだメロンとかもなんか極甘みたいなそういうのじゃない、そういうのよりもなんかこれは一歩間違ったらキュウリなんじゃないかっていうぐらいのメロンが好きなんですよ。そうみかんも酸っぱい方が好きだし、あとどんなフルーツがあったかちょっと忘れちゃったんですけど、うんあのそうブドウとかもこれはなんだなんか水分だなっていうぐらいのブドウが好きなんですよね。そう野菜みたいなブドウが好きなんですよ。キウイもスパイってなるぐらいが好き。そう八朔とかすごい好きなんですよ。八朔とかすごい好きで、みかんとかより八朔大好きで、そう八朔見るとすごいテンション上がっちゃう。だからみかんだとあなんかいつもどうもお世話になってますって感じなんだけど、でまあグレープフルーツもまあいつもお世話になってますって感じで、八朔見るとやっほー会いたかったよー、そうってなるんですよね。
早速一番好きかもしれない柑橘類で、すごいテンション上がります。イオカンとかより八朔が一番好き。八朔と二十世紀梨は本当に、ああ久しぶりってテンション上がりますね。うん、そんな感じ伝わりますかね。うん、八朔。うん、そうですね。うん、柿とかもね、なんかシャキシャキの柿の方が好きなんですよ。なんか柔らかい柿より、なんかもうなんていうの、カリ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 の柿の方が好きなんですよね。あとどんな、あとあれ、桃もややこいな。桃もあのトロトロの桃より、なんか本当にシャキシャキの桃が好きなんですよ。うん、ブルーベリーは凍らした方が好きなんですよね。うん、バナナはあんま、わかんないですあんま食べないかな。うん、でもあんまぐちゅぐちゅじゃない方が多分好きだと。てかあんまなんか、なんて言うんだろう、フレッシュ感ある方がやっぱ好きなのかもしれない。まだまだ甘くなってないよみたいな。すまままままま、ままの味、ままますまままままの味、そうだと思います。はい、ではランキング読みたいと思います。歯ごたえがあるもの割と好きですよ。あの全然終わらない太陽せんべいがあったんですよ昔。本当にこれは鹿せんべいなんじゃないかっていう、あのごまとかが入ってる、なんか瓦かなみたいなあの本当に鹿せんべいの人間版みたいな、あのなんか黒糖の味がするやつとか、あそうそうそう、なんだっけ、南部せんべいだっけ、なんだっけ名前、そうそういうやつで、あのなんか本当に味もそんなについてなくて、なんか形もなんか瓦かなっていう、あのっていうあのおせんべいがあったんですよ昔。それがすごい好きで、そう硬いんですけどすごい好きなんですよね。そうなんかそう美味しいなって。あ、瓦せんべいあるんだって、香川のお土産だって。ちょっと後で検索します。うん、ということで、あ、1位の人が不在ですね。1位の人どこやマーシャルさんだって。マーシャルさんありがとうございます。1位マーシャルさん、2位りょうさん、3位マヌケビーグルさん、4位だいだーっとことんさん、5位双子ザッシーさん、6位ユニコーンさん、7位トムポンリンホリックスさん、8位安彦アトマークポンチワさん、9位園田長崎さん、10位かなかなポンちゃんこれからおいどんと名乗るらしいさん、11位チャウチャウさん、12位ごぼ天うどんさん、13位おちゃんさん、そして今日の気になるアバターは、どれだろうな、気になるアバターなんだろう、ワイジャーさんのなんかわかんない瓦みたいなアバターが今日の気になるアバターでした。ということで皆さん、今日も一日お付き合いありがとうございました。明日もよろしくお願い、明日も割と早い時間です。はい、ということで皆さん本日も一日お疲れ様でした。明日も頑張っていきましょう。さようなら、おやすみなさい、バイバーイ、ありがとうございました。